ウィリアム・ディベインはアメリカ合衆国の俳優。1939年、後にアメリカ合衆国大統領となる当時のニューヨーク州知事フランクリン・ルーズベルトの運転手を務めていた父ヨセフ・デベインの息子としてニューヨーク州オールバニに生まれる。1962年にアメリカン・アカデミー・オブ・ドラマティック・アーツを卒業した後、悪の強いマスクと 舞台出身の確かな演技力で1960年代後半から息の長い活躍を続けている。1966年にオフブロードウェイの舞台マックバードでロバート・ケネディを演じ、1974年には ABC のドキュメンタリードラマザ・ミサイルズ・オブ・オクトーバーでジョン・ F ・ケネディを演じた。1983年から出演した。 CBS の人気ドラマ、ノッツランディングでは、脚本と監督を担当したこともある。2000年代には、テレビドラマ、24-24- 24の第4シーズンから第6シーズンにかけて、ジェームズ・ヘラー国防長官役で出演し、2014年放送の第9シーズン、24-24リボ・アナザー・デイでは、大統領となったジェームズ・ヘラーを演じている。 また、スターゲート SG-1 第7シーズンの終盤において、アメリカ合衆国大統領のヘンリー・ヘイズを演じる。ヘイズ大統領が SG-1 のテレビ放送で登場するのはたった3話で、あるが、その後に制作された長編にも同じ役で再出演を果たしている。趣味のゴルフでは、プロ顔負けの腕前を誇り、イタリアンレストランを経営するなどビジネスにも、 手腕を発揮しているという、ありがとうございます。